1時間半で食べれば今日与えられたのはたった4分。したがって今日はこれだけ大勢の集まった女性に対してお話をします。戦争はですね、女性を破壊します。最も残酷な形で女性を反対します。例えば現在デモクラシーのシンボルのような憲法においてもですね、女性が美しくある権利は保障するということはありません。なぜないか、それは当たり前のことを憲法に歌う必要はない。ところが私は戦争が終わった当日ですね、日本の女性、いわゆる総選挙、いわゆる全ての日本人、女性を含めて、兵士になるという命令が出ました。その時に女性はどうされたか。まずですね、女性はモンペという一番醜い衣服を着てられる。そしてパーマネントを着た女性は髪を刈られ、振り袖を着た女性は袖を切られました。そういう中で女性はですね、掛け合いを与えられて、あの時ルーズベルトやチャーチルの藁人形に掛け合いで一つ訓練、差し貫く訓練をさせられました。私はそれを見てですね、女性という地球の中で2匹しかいない大切な女性がですね、破壊されている光景をまだまだと見て、絶対に女性にとって戦争をやってはいけない。僕は当たり前の女性の権利がですね、破壊される。安倍政権はですね、その女性を殺そうとしています。そして、一番最初に犠牲者となるのは若者たち。その若者たちが一番明白な危険にさらされる。そして女性にとって一番大切な美しさを守るということが踏みにじられます。特に今日この雨を共有した女性たちはですね、絶対にそのことを忘れずに、戦争が始まったら女性の人権は破壊されるということを絶対に忘れないように願いたい。はい、もう4分で終わりだそうです。いわゆる女性が壊されるということは、子供が生まれなくなって人生が破壊されて、そして地球が滅びるということ。安倍さんはですね、女性を警察に継続して、そして掛け合いを持たせて B29 や防空母艦を沈める訓練をさせた。こんなバカバカしい戦争はない。そのバカバカしい戦争をですね、安倍は再びできるような可能な国家にしようとしています。私も物を書く人間として絶対に許せないけれども、私はかなり危険な思いをしました。悪魔の捕食という、アンチ平和を、その戦争というものをですね、真実を書いた場合に森村誠一暗殺計画というのが、企画されました。つまり弁論の自由、思想の自由も、抹殺された。皆さん、この中で特に一番最初に殺されるのは若い人たちです。それも大学生、高校生が多い。皆さんは今日降ったこの雨をですね、共有して絶対にこの日を忘れない、そして絶対に安倍を許さない、そして絶対に戦争可能な国家にしてはいけない。これは私たちの責任でもあり、使命でもあり、義務でもあります。以上、4個出しましたので、どうか皆さん Thank you.